い、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人ははじめまして、シラコングです。今回アップデートきましたね。まあナーフされたキャラが多かったり、およびまあバフを食らったキャラもいますし、バフって言っていいんかわからんけど、で新しいキャラも入りましたね。僕唯一のまあお気に入りのキャラ、カメックスね、ユナイトファザムもドロポンもナーフを食らったっていう。ドロポンナーフ食らうのはちょっとおかしいんじゃないかと思ったんやけど、まあまあまあちょっと検証してみたんで、こちらどうぞ。まずはドロポンですね。ドロポン見ていきましょう。ショーめっちゃ噛んだ。レベル9の時点、近距離で当てた場合1392と1506、まあ200もないですね、110ぐらいで。次先端に当てた場合見ていきましょうか。よいしょ、928と、1004です。次はねレベルマックス時です。修正前が2397、修正後が2190と、まあ200ぐらい落ちてます。で先端に当てた場合どうなるかっていうと、1598と、1460、130の差ですね。次潮吹き見ていきましょう。来るタイムが短くなったということで、修正前が9秒、修正後が7秒となってます。まあ2秒の短縮ですね。まあ修正前は9秒から一気に8秒にちょっと一瞬で行くんですけど、まあ約2秒の短縮となってます。まあこれは結構でかいですよね、やっぱり。スピンカメックス使う方にとってはまあ朗報かなと思います。まあでもスピン使ったらまあそのまま潮吹き使えるからなまあドロポン、そうだね、100から200ダメージ量が下がってしまったっていうことで、まあこれから先ね、まあ潮吹きがクールタイム短くなったということでね、潮吹きスピンカメックス増えるんかなと思ったりせんでもないです。次、ユナイト技見ていきましょう。修正後が2020ですね。でちなみに修正前が2546です。これ、レベル9の時点です。うん、まあ下がったね。ユナイト技は前々から弱くなるって言われてたんで、まあしゃあないかなと。でレベル15の時点見ていきましょう。レベル15の時点で、2666ですね。でごめんなさい、修正前の、動画が残ってなくて、一応検証結果では3368でした。なので約まあ1000近くダメージが下がったことになります。いや痛いね。まあユナイト技1000近くダメージ下がった、ドロポンもダメージ下がった、潮吹きクールタイム短くなった。まあかなり厳しいね、本当に。まあ、潮吹き使う人ってあんまりいないからかなり厳しい。ドロポン許してやれよいやでも関係ねえ、俺はカメックスを使う。カメックスを使って強さを思い知らせてやる。欲張りスなんてに負けねえ。強いんかな欲張りス、よくわかんねえけど、でも結構な顔してんな欲張りスってもうだるーみたいな顔してるよちょっと頑張ってこう、本当に。ちょっとね、で持ち物がね、進撃メガネ、それからハチマキで、それからハチマキですね。メガネハチマキハチマキと、ちょっとやる気に溢れてます私。でね、まあドロポンを潰されたんだったらもう時間が短くなった、あれを使ってなんだっけ、時間の短くなった、あれだよ、なんだっけ、やめろ、な、取られた、やばい、ちょ待て、ちょ待て、やばいやばい、危ない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 、死ぬとこだった。1ゴールだけか。で多分相手な、中央来んだよな、中央のやつが下に来んだよな。それをどう防いでいくか。で進撃メガネでスピン潮吹きカメックスでいこう。取られたよし、 OK、 おい、はい、対戦ほぼほぼ取られたけど、ここを防ぐことが大事だから。くっ、ちょっともらっていいですか。上が活躍してんね、ちょっと俺なんか欲しいわ。
俺にもくれ、俺にも玉を。これもらおうか。オッケー。ちょっとでも回収して。アイテムこう言ってんな。だったらもらいやす。はい、オッケー。戻ろう。急いで戻ろう。ほい。ほい、構成だよ、こっから。まだゼニガメってのが痛い。あぶねえ。ほっ。ああ、変な方向に押し出しちゃった。ああ、ごめん。来るな。来るな、来るな、来るな。こっちに来るな。ナイスナイスナイス、あぶねえ。いや、されどゼニガメだからね。あー、ナイスナイス、危なっ。 OK、 取れた取れたけどやばい。あー、くそ。 OK、 取れた。ナイスナイスナイス、これはでけえ。19はちょっと決めづらいな。ちょっと撤退しよう。スピンまで行きてえな。スピンまで脱出ボタンじゃない方が良かったな。エネコの方が良かったな、この調子やったら。まあいいや、分かってる分かってる、集合だろ、分かってる。相手なロトムが、ロトムの価値がね、アップデートしてからどうなったか分かんないんだよな。 OK。 あー、ナイスナイスナイス。俺何もしてねえや。上行きます、そのまま。急いで行こう。なんか来たー。ちょっと待てー。あれ触ってない、まだ触ってないんか。だったらちょっとゴール決めさせてもらわないでいいですわ。ロットもどんな感じ、まだ触れてないんか。 OKOK、 取れた取れた。集合して、ちょっとやばいよこれ。取られた。さすがに無理だったか。お、俺タンクだから俺全面に出ますわ。おお、花びら式がおる、珍しい。はい、オッケー。あー、調子に乗った。久々にスピン潮吹きやるな。おー、ユナイトキッド珍しい。あんなとこでユナイト切るなんて。その調子。まあまあいいでしょう。まあ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 、まあ、とりあえず俺下向かいますよ。じゃあ、待って、その前に上でちょっと経験値を借りたい。まあまだ間に合うでしょう。ゴールがね、あんま決めれてないんですよね。だからそんなに進撃メガネの効果が得られてないっていうのがある。はい、下行こう。まだそんなに争ってないんちゃう。なんかおる、エスバがおる。絶対逃がさん。ソラビ強え、ソラビ強え。アップデートからソラビ強え。おお、ナイス、取ってた。さすが、俺何もしてねえわ。ほい、あ、威力落ちたけど、あは、死んだ。威力落ちたけどしゃあない。ウェルート行きます。やばいな、俺今回何もしてないぞ。多分何もしてない。むしろ何かしたのか。まあ時間がね、初期短縮したから、まあ打ちやすくはなったんだろうけど、なんだかんだスピン中っていうわけじゃないしな。
スピン中に2回打てるっていうわけじゃないから、まあ、それに関してはちょっと難しいところはある。おお、殴ってる。多分これ相手1回引くはず。オッケー、どう出るかだね。はい、決めさせてもらいます。痛い。ほっ、逃げる。こっち来んな。ちょっとでもダメにしよう。くそ、こっち来んなよ。せっかく人がいい感じだったのに。いや、これ2回目のかじり亀戦はないとして、上入れられてんな。まあまあいいでしょう。ただそのまま漁られるのはちょっと困るんで。お、取れた。いってけ。ユナイト技は仕上がってる。まあこっちの方が不利だけどね。まあしゃあないしゃあない。あ、中央行こうか。ちょっと一回帰ってもええかもな。一回帰るわ。で、間に合うか。間に合わんか、これは。さすがに。間に合わんな。ナイス。やばい。俺何もしてない。大丈夫か、俺。一回戻った方がいいかな。イワパレスはリターンして、これも決めに行きたいんだが。その調子。ナイスゴール。ナイスゴール。うっとうしいな。はい、失礼しました。失礼しました。ごめん。ここでもう一回勝って。あ、でも大差で勝ってるって出てたから多分大丈夫だと思うんですけど、もう一回ゴール決めに行きたいな。この調子だったら、いい、なんか来た。じゃあ俺通してよ。なんやお前、やるんかい。痛いわ。何やお前。OK、倒した。 OK、 ナイス。多分これ勝ったよね。 OK。 うぅ、危な。いやー、カメちゃんね、まあ潮吹きスピン久々やったけど微妙やったわ。今度波乗りやってみよっか。わあ、出た、欲張りす。まあ新しいポケモンだから見るけど、そんな強いんかなと思うんですけど、分からん。いまいち性能まだ理解してないから、強いんか弱いんかさえもまだ分からんけど、どうなんですか皆さん、欲張りす。確かになんか強そうな雰囲気はあるよね。あんな顔して実は強かったみたいな。まあガブリアス強くなったからね、ちょっと期待してるわ。攻撃速度が上がったっていうから、まあやっぱ期待したよね。ごめん、経験値取りすぎた気がする。ごめん、遅かった。しかも使った。まあ、あ、くそ、ごめん、使った、無理やった。撤退しよう。まあ、そんなに一生懸命経験値を相手のゴールに決めなくてもいいんで、今回に至っては。まあ波乗りドロポンなんで、相手の邪魔をすることが大事。
どれぐらい経験値下がったんかな、カメとか。前が多分で17体分らしいんですけど、まあ今回に至ってはどれぐらいかはちょっと分かんないです。まあロトムは確かに攻撃強だったなっていう感じはありますね。早いな。 OK 取れたけど、やばい、死ぬ。交換や、いった、死んだ。カジ待って、ガブリアス天才的すぎるやろ。なるほどな、なるほどな、そこで食っていくわけね。食ってくれ、もうガブちゃん食ってくれ、十分食っていいぞ、頼むわ。残ってねえな。オッケー取れた。おっ、すまん、許して許して許して、ちょっと全然照準が。オッケー取れた、危ねえ。最低限は取れましたね。ガブリアス深まる、深まる死亡。大丈夫かこれ、レベルさ6ぐらいか。まあ、ファイアローが結構早いから。まあでも根元で打つとやっぱ威力は、まあ今回こだわりメガネ持ってるからっていうのもあるかもしれんすけどね。あ、無理や。これは無理や。ごめん、無理無理無理。無理無理。逃がして。無理無理。無理。岡村さん頼むぜ。お前はまだ早い。お前は無理や、まだ。どうすっかな、これ。俺が取れたのはでかい。しゃあないしゃあないしゃあない。ちょっと深丸さんはしゃあないよ、それ。ごめん、取りすぎた気がする。どうしようかな、これ。ロトムの価値もいまいちよくわからんから。これ、作ったら急いで下行こうか。下行きます。まあ、ロトムも有用性が出てきたんかなと思うんで。ちょっとまずくない？それ。大丈夫。おー、ナイス！でけ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 。ちょっと俺、出遅れ感あるけど。おいーお、1名様お届け。これだよ。カメはこれでいいんだよ、本当に。ユナイト技が弱くなった、ドロッポンが弱くなった、これでいいんですよ皆さん。はい、1名様お届け。あ、やばい、お届けしすぎた。ごめんごめんごめん、調子に乗りすぎた、すいません。ちょっと待って、これやばいな、割られるな、割られたね。まあ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 いいでしょう、まあ、こっちに経験値が湧くんで。ちょ、下行くわ俺、すいませんけど。あ、食べ、あー、ごめんごめんね、取っちゃった。いよいよ、じゃあ俺上行きます。多分真ん中の鉢はもう取られてるから、まあいいとして。ゴールどっかで決めたいな。でも相手全力で死守してくるはずだから。47か、絶対今の木の実あれだろあいつだろ。真ん中食いてえな。真ん中食えねえ。真ん中にね、いねえか。いや、こうバレるから、こっち行こうか。ここで、相手多分ね、いないんだよ、今。いないから。いや、いけるか、間に合うか。ファイト！よっしゃ、間に合った！すいません、ごめんなさい。すいません。すいません。すいませんって。すいませんって。ごめんって。ごめんって。ごめんって、謝るって。あ、援護してあげていいけど、それは無理だ。どうするかな、これ。この木の実なんな？取れた！回復した。あいつ絶対ここおるやろ。いやー、いないか、いないか。ごめん、使った。あ、でも、1体かかった。オッケーオッケー。打ち上げ花火。
今のうちに。取れた？取れた？取れてない？オッケー取れた。俺取ったしかも。ナイスナイス。もうそのまま攻めようぜ。無理かな。とりあえずゴール決めさせて。はい、オッケー。はい、一名様お届け。いやマジでね、カメックスこのお届けコンボが強い。お届けコンボっていうかお届けが強いですね。はい。はい、オッケー。タイマンで勝てると思うなよ。お前は無理。嘘。無理。待て、無理。無理、無理。まあでもタイマンの硬さもあるし、こだわりメガネでやっぱ強さもあるんで、やっぱ強いんちゃうかな。あとはまあロトム取って、いやロトム取らんでいいか。とりあえず上で経験値を漁りつつ、で残り2分になったらとりあえず点数倍になるから、まあ、それを隙間を狙いつついきたいね。まあ、サンダーの持ち点もね、変化が出てきたっていうのもあるから、まあ、戦い方がいろいろ変わってきたっていうのがあるんですよね。なんで相手あんなおんの、ちょっと何しに来てんの。いた、ラストヒットね。ここか、取られた、取られた、よし。どうしようかな、レベル13にはなりたいな。もうちょいでなれんだけど、でロトムは多分無理なんちゃう。いや無理かな、ちょっと待って、一応行こうか、一応行こう、怖いよ。あー無理じゃないな。あ、行けた行けた、ナイスナイスナイス。はいはい、オッケー。闇に葬り去った。ラストスタート、ピンチ、助けて、誰か助けて、誰か、ナイス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 。早いなあいつ、ガブリアス殴るの早いな。もう壁として絶対おらなあかんやん俺。待って、どっちから来る、こっちか、ナイス、よし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 、頼んだ、俺下行くわ。お、よし、よっしゃ、ナイスナイスナイス、よっしゃ、勝った。やっぱカメックスってね、攻撃力じゃないんですよ。こうやっていかに押し出して味方にお届けしたりとかするっていうのが一番いいポイントじゃないかなって思うし、ユナイトも確かに弱くなった。で波、ドロポンも弱くなったよ。弱くなったけど全然使える。皆さん、あの亀がナーフされたから、あ亀地雷だわと思わんとってください。今回のプレイでね、全然いけると証明したんで、まあ、キルも取らんでいいんですよ亀、庶民キルも取らんでいいけど、相手に、まあ、味方をいかに援護しつつ、あの亀を取らしたりロトム取らしたりもそうですけど、まあ、今回に至ってはでもロトムの重要性であったりとか亀の重要性っていうのがちょっとやっぱり変化してきてるんですね。だからそういった面ではまあ、どっちに行けばいいかっていうのはまだ定まってないっていうのはあるんですよ。ただまあ経験値もらえる分だけやっぱり亀の方がいいとは僕は思います。ロトムは確かに経験値もらえるんだけど1体しかもらえない、まあ、確かにロトム強くなった、攻撃速くなった、あ移動速度速くなった、でもねまあ必要性っていうのは正味サンダー1000枚かなとは思ってる。うん、まあでも今回サンダーもやっぱり持ちもらえるポイントも下がったから、その分に関してはまあ、ちょっと価値が変わったりもしてるんかな。まあちょっと詳しいことはまたね、ちょいちょい多分いろいろネットで記事上がるでしょ多分。まあでも皆さん本当に亀使えるんで、皆さんぜひ使ってみてください。てな感じでご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。